っこいいやん。全然いいじゃん。その額、総額いくらだったの？70万ぐらいですね。ついにお前の人生も開いてきたな。事故ったわけ。脳保険ってこと？車に対しての納車して4時間ごと、まあ、乗って帰ってきたんだ。保険屋さんにも電話してまだ入ってないからどうしようもないです。一時停止のところから、うん、本線がこうあるんですよ。いくら？うん、数える。どうやって返済してくるの？これ出だしからこれは。え？お前笑い事じゃねえんだってお前本当にバカ野郎。お前ら。なんでお前。お前笑い事？いや本当に違う。そういう考えなんだぞ。そうです。はい、お疲れ様です。切り替え。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやいやね、これ本当にもうリアルのね笑い事じゃないんですよこれ。まあ、先日、まあ、動画が上がったと思うんだけど、はい、車買いましたと、はい、ジープな、特攻使ったな、はい、まあ、見た、もう見たことある。見ました。まさかのこいつ、任意保険入ってなくて納車して、うん、事故ったわけ。納保険ってこと？車に対しての。痛そう、待って、音がえげつない。痛そう、顔もだけど。事故です。本当にやめちゃ本当だよ。これ嘘じゃない。もう車こっちある。あっちにあります。なんでこっち持ってこんだお前。動画撮るとちょっとお前こっち。いやでもあっ、何もなってないですよ。何もなってねえよ。どうでもいいんだよそんなもん。何もなってなかったらお前じゃあ相手からなんで請求されるんでしょ。もう俺からまたお前前みたいに騙しとるんでしょうか。じゃあじゃあ違います。ん？何もなっとんお前。お前視聴者とか俺怒ってないと思っちゃうだろ。じゃだけどちょっと社長半割れだからこっちも釣られそうになっちゃうんだよね。こっち転えるのにしない。いやで、まあまあじゃあ被害者の人もおるからまあね、人とぶつかったの。人だとこいつ。人って何？説明してちょっと内容。俺もちょっと俺も電話で聞いただけだもんね。事故じゃないよ。めちゃくちゃ詳しくて、うん、だって納車がでいつだ。いや納車した日です。何月何日？6月19とかです。6月19で事故したのが6月20。納車した次の日。いやしかも正確には登録したのは20だから、うん、納車したのは納車して4時間後。まあ乗って帰ってきたんだろ一人で。しかもそうどっから。新潟です。納保険で、はい、まあ任意保険というかあれは、あ、その日はワンデーなんです。あ、なんで入っとったの？なんでお前3日か1週間入っとかなかったの？で、次登録して、で、またその次からすぐ自賠責、あ、任意保険始まると思って、まあ、その期間は。いや、それ言ってやったんじゃないの？言ってなかったの？俺だって保険屋さんとかも電話したらもうその時点で、ああいうやっとくよって言って、もうやってくれとる。いや、俺電話して、今話進めてたんですけど。いや、それ保険屋も悪いじゃん。あの、今日から乗っていいかとか、お前も聞かなかったかな。はい。お前も入ってるもんだと思ったんだ。いや、多分こいつは違うっす。もう今乗ったらあかんよって言われとったんだ。いやそれも言われてないですけど、ただ何月何日から入るっていう保険は知ってたんだ。そうです。本当はすぐ入れるはずだけどな。でその保険屋さんにも電話して事故した後、うん、そしたら、まあ、まだ入ってないからどうしようもないって、うん、終わりました。マジどうすんのお前。ちょっと視聴者に説明するよ。途中でずっと待ってる。途中で、いやいやいや、もうちょっと説明する。みょぐちゃぐちゃでワンで入ってたのに保険効かないのとか思ってたのよ。ああ、そうだよ。6月の19日に車屋さんに取りに行ったの。はい。で、その日はワンで。あ、その日には保険入ってた。毎回、こいつね。6月の19日はもう帰ってきたのが夜中だから、陸運局行けなくて、6月20日に陸運局行って、仮ナンバーから本ちゃんのナンバーに変えて、はいはい。で、その日の夜に事故した。そういうこと。だからワンデーも19の移動の日。どういう事故、まあ、人身な、人身ではないんか。いや、大物ですね。で一応でも相手が車がおって、まあ、相手も完全に止まったんだろ。はい。どういうこと。止まってる車、あの一時停止のところから、うん、本線がこうあるんですよ。本線があって、うん、まあまあ道路あるよな。一時停止がこう斜めにあるんです。一時停止が、一時停止がこうやってあって本線合流が一車線なんですよ。うん、うん。で、僕が2台目で待ってて、後ろで、後ろで、あ、じゃあ構ったんだ。で、僕は右しか見てなかった。あの本線しか、あ、前を見てなかったってこと。本線見てて、で、車が来てないと思ってバッてアクセル踏んだら、10時よな。いや、10時じゃないです。堤防なんで、あ、下から来るみたいなね。だけど、後ろに並んどったんだろ。そうです。
そうです。だけどそれ前見てない。見てないんで。じゃあ何だろう。じゃあ前に思ったの？いやちょっとなんか微妙なラインでポンって当てちゃったとか。相手がこっち行くこっち行くでガンと当てたとかじゃなくて。じゃなくて。違うんです多分。前の車を認識してなくて。こうやって見とってガーッと踏んでたの。そうです。お前バカや。ちょっとあのもう一回あの合宿か何か行ってもらった方がいいかもしれない。マジで行っとる。はい、前に車いたことは知ってたんですか？いや知ってたけど、うん、そのもう車が何にも来てなかったから俺はもう行ってると思ってた。あそういうことね。前の車がもう行ったと思って進んだら、まあまあまあそうおると思ったらいかんわな。でいくら27万。保険入ってないから。でまあまあちょっと本当に、まあ、ちょっとモザイクかけるけどちょっと携帯のメッセージ俺が、まあ、突然その日電話かけたわけよ。当日に事故っちゃった。当日当日はいや次の日です。次の日もうこれ完全に僕があれですよ、僕の解釈で、うん、かえ本当に傷自体はそんな大したことなくて相手の、うん、まあ 2,3 万ぐらいかなと思ってて、うん、社長に連絡した日にその金額が来たんです。いや違うだろう、金額が出てこれ社長に頼まんと偉いなと思って電話してたんだろう。あそう 2,3 万だと思ってたんでその日はしなかったです。ああそういうことな、まあ、自分だけで解決していこうと、うん、またなんか社長に言ったらろくでもねえよ、なんかガチャガチャガチャ。そんなこと思わない。そんなこと顔見せろ、手隠すな。手で顔隠すなお前。めちゃくちゃなんか反省してますみたいな感じ。社長から顔隠してるだけだから。ほ、うん、うん、でまあ何でしたっけ、まあ、この写真この今見積もりが、うん、まあ、ちょっと見づらいけど、まあ、画像で約20何万なんですけど、高えな。相手も全然気づいてない。あでちょっとこれ理由があるんですよ。あです20何万っていう理由があって、相手方は D ライン持ってって、うん、そのもし後ろ系が全部壊れてた場合の金額。これはその中を開いてみてセンサーとかあるじゃないですか、うん、バックカメラとかバンパーカバーとかなんかそういうのが、あセンサーとか全部ついてんだこれ。でもしこれ今の時点では壊れてるか分かんないですよ、まだ中を開けないと。9万、うん、で、それを中開けてみて全部壊れてたらこの金額なんです。え、まあ確定じゃない。確定じゃない。で、このマックス、一番開いて全部壊れてたマックスの金額がこれ。いつ確定したんだよ。それが、これが俺が入れて。なぜ入れるじゃん。確定してから全然。いや、なんか開かないと分かんないっていう。え、だから金払う必要ないんだ。こっちとこっちの話がぐちゃぐちゃな。いや、ね、金が確定してないんで金払う必要ないですよね、まだ。だけどなんか言い分がなんかあれなんだろ。これがマックスのお金もらわんとレンタカーどんどん伸びていくと。あ、すごい。え、じゃあそれがに壊れてなくて修理も全然かかんなかったですってなって、そしたら戻しますって本人言ってる。え、それの保証は？で、車屋と直接やれるかもしれないの。俺はやる。危なくないですか。危ないけど、もうこいつ出るって俺もそう言ったんだ、うん、じゃあそうなの、じゃあ言えよって言って、いや、ちょっと相手を怒らしちゃダメなんでとか言って出るつきって、俺にはなんか出らくてじゃないのよく。怒らせたくないんじゃなくて、うん、あの今物損で終わってるんで、うん、まあ人身事故になるのは困るから、でもちょっと、でも金は金だもん。そうそう、それとこれは別じゃん。なんか保証書と一緒に持っていくとか。まあでも帰ってこの覚悟で、まあ振り込んでる。そうです。もうどう少なくても多くても27万でって感じで。そんなの俺は言ってることおかしいと思うんだよ。だってお金が入らんと、じゃあ俺は言ったんだけど、お金が入らんと修理できんって関係なくねって。修理って後じゃない。そうそうそう。別にお前が修理で、逆には保険で、いやこれぐらいかかります、20万見積もりしたら20万かかります、でも直さんでも金ってもらえるわけじゃん。じゃあその僕のあれとしては、なんか例えば知識がある人にちょっと喋ってほしいなっていう。そんなことあ、やりすぎなんだよお前。なんか俺にもなんか喋ってほしそうでしょ。あ、社長とその人が。俺ももう家で思ったもんさ、足りんやん、なんか別にもう。でもそんなお前何でもかんでも払わんでいいだろうって、うん、言われた通りに、なんか知り合いの車入れてもいいですかとか言えよとか言って、言えよって言っても、ああ僕もちょっと知識ないもんで、でまたなんかどっかでいろいろ聞いてきたからな、もう早めに時短しとけって今みんな言ってるんですけど、とか言って、で、夜中とか、ね、夜じゃない、もう8時とかに電話してくるわけよ。こいつ、鬱陶しいなと思って、そういう時だけ。俺電話しても出えへんくせに飲みに行こうぜって言っても、いや、僕ちょっと今日よろしくとか言うくせに、このやろ。すごい、だけだけって。うわ、電話してみて、社長って言って。なんで、相手は保険入ってないこと知ってるんですか、岡部さん。言った、最初に言った。だからもうめっちゃ舐められてるんじゃない。そう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 。
でもなんか真面目なサラリーマンって感じ。いや、そういう人肌危ないかもしれない。まあ、こいつ言ったらいい人だから、まあ、そんなんじゃない。でも本当にちゃんとついてるわけだよ。本当に俺だって本当に2、3万の気持ちですよ。そういうことだよ。お前の車も傷ついたんでしょ、うん、だったら壊れるもんね。待ってるところのゼロからのスタートのちょびっと、まあ大丈夫。お前が言うとちょっとおかしいけど、俺らしいね。お前はぶつかっといて、なんか何も反省しない反省しないほんで、まあ俺が言ったのは、まあ最後、まあ、次男だけ、お金払ったら次男みたいな風にしなきゃもらっとけよみたいな、そメッセージ来たんですよ。そうですね。お前な、アフリカミサキと、まあ、26万8279円、治療費、治療費は2300円、常備の金額を振り込みをもちまして次男といたしますと。分かりました、また振り込みする際ご連絡するのでよろしくお願いしますと。あ、なんか修理だけじゃなくて示談金も入ってるってことだ。そうそう、まあ、示談金か、多分その、まあ、これアップデートは示談しますっていう。そうそうそう、だから多分車で修理で例えば5万とかで収まっても22万を自分の示談金としてもらうってことだ。そうそうそう、言っちゃえば、言っちゃうね。いやいや、残ったからくれるって言ってんだろ。もう言ってますけど、その残って何が残ったとか の、 あの保証もないですし。いや、それ送ってっていいじゃん。その修理に実際にかかった、うん、それは後で送っていただけますかでいいんじゃないの。何もそんなにビビってるの。俺には連絡食いついてきて俺に騙してお前通帳まで破ってお前見せてきてで待って、それ言ってないから動画。いや、これで言ったんだわ。いえ、あの、あ、そうです、車ですね。あれでもあの動画で言ってないよ。やっと借金終わって、やっとお前見せたしだな、車も買ってよかったなっていう動画撮って、お前これ人生賞味期限1週間ぐらいや。YouTube 上でね。うん、数える。どうやって返済してくるの、うん、とりあえず20。27万。なんかちょっと半割れなの気になるんですけど。半割れだろ、これ。いつも撮るだけあるのな。面白いけどな、YouTube 向けだけどな。どうやって返済してくるの、お前なんか言っとったけどな。月々返済します。なんか 3回ぐらいだ。ちょっと待って、無理だろ。9万。無理だと思う。月9万。お前、簡単に乗っかってくるな、お前。しょうが。6ヶ月。いや、翔さんの無理だろ、結構強いですよ。だって俺が無理だろって言って、いいです。お前、もっと借りるときはいいこと言う。できるんです。僕もう何でもしますんで。何回話すの6だったら5か、はい、5回だな。6530525だから、まあ、最後だけちょっと7万円になる。はい、視聴者の皆さん、本当にこういうことになりゃならないように、まあ、職人さん多いな。東は今日もね、まあ、ね、もちろん申し訳ございません。すいません。一番頭下げんかったよ、本人が一番下げとらんかったよ。ために下げて金払ったらいいってもんじゃないな。迷惑かかっとるな。はい、以上になります。はい、あ、そうそう、チャンネル登録ね。あの、うわ、最初に言ってないね。まあ、チャンネル登録するキラ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 ってなるから、本当に言ってもなる。わかんないです。最近のチャンネル登録なんかしたことある。ぜひチャンネル登録すると、はい、もう本当にキラキラってなるから、はい、ぜひチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪いいんですか。あ、大阪、あの SNS 勉強会、まあ、ちょっとね、これやってるセミナーのあれとかちょっと流れるのかなと思うんで、最後にちょっと流れると思うんですけど、あと、あの、本日の勉強会のスケジュールに関して、お分かりになってないという方も、ちょっとなんか人前喋るの本当に苦手で、ね、ちょっとあれなんですけど、まずちょっと僕、あの、バンケーさん、はい、で、SNS はまだやってない。やってない。はい、SNS やってるっていう人は、結構やってる。結構がっつり、まあ、1000人以上フォロワーいるよみたいな。はいないんだ。 SNS ってなんかオンラインで広がっていくより、ほんと本当に言われたようにオフで広がっていく方がすごい強くて、その俺がやってるからって俺のしっとりやつ、またそのしっとりやつのしっとりやつが、僕も本当に適当にやってるタイプ SNS を。だからTikTok をまず最初に始めて1年で10万人いきました。で、今は2年目なんですけど、インスタが5万人、YouTube が1万3000人、まあ、順調よく伸びてるんですね。まず言いますけど、絶対にやられた方がいいと思います。僕2年ですけど、まだやってて。だ、僕だったら、僕がジャンルじゃなかったんです。汚いが綺麗になったのがジャンルだったんです。よろしくお願いします。ちょっと人が揃ってないので、最初はスロースタートで行こうと思います。100ページの資料になっているので、多分最後まで今日できないと思います。なので途中でバツッと終わって終了ってなると思います。でもね、30人ぐらいの中からお集まりいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。私はですね、宝塚、兵庫県の宝塚でリフォームをやっております。
コマーショー株式会社と申します。あのね、やってますね。これ今生でライブやってます。皆さんにあのアカウントの顔のお持ちであればいいですよ。これ今ね、あの吉田さんがこういうことでバラを送ってるんですよ。これがリアルなんですよ。シート屋さんっていう特殊な仕事です。帰れます？帰れますか？ナイス。俺めくれないっすね。今名古屋東京をやってこの大阪で結構仕上がってきてすごいいい話も聞けてるんで、またいい人がやっぱ集まる。なんか本当に面白い社長さんも集まって、ぜひあの足部さんあの面白い人また集まってください。お願いします。お願いします。お願いします。せーの、うだみでーす。